平野紫仕様、新ユニット、ナンバーアイ、発表後の SNS 更新でトレンド入り、ヘアカット後の謎ルーティン、現場連れてった。元キング・アンドプスのメンバーだったジングージ・ユータと岸シ・ユータとの新ユニット、ナンバーアイ、の発表で、平野紫仕様が再び注目の敵となりました。16日、平野は自身のインスタグラムを更新し、ヘアカット後のルーティンをファンと共有。 その可愛らしい姿が SNS へで話題となり、トレンド入りするほどの反響を呼びました。この記事では、平野仕様の新ユニット発表後の SNS 更新について詳しくご紹介します。新ユニットナンバーアイの発表により、平野仕様が再びファンタジーの注目を浴びました。 もともとキング・ピースの一員として活躍していた平野が、神宮寺優太と騎士太との3人組ユニットを披露し、その活動がスタートしました。そして16日には平野自身がインスタグラムを更新し、ヘアカット後のルーティンについての面白いエピソードを共有しました。平野は投稿の中でおはようございます。昨日髪切ってから生配信してたんですけど、 髪を多めに切ったら絶対やることですしょう、とコメント。その後、切った髪を丸めた画像を掲載しました。この可愛らしい姿に多くのファンからの反応が寄せられました。特に、平野自身の髪の毛についてのコメントや、その髪を丸めて遊ぶ姿について、多くのコメントやエモーションが寄せられました。さらに、平野は、愛着湧きすぎて現場連れてったわ笑わら。ワラワラ と続け、生配信の場となったドームでの写真を共有しました。彼のファンにとって、このような裏側のエピソードを垣間見ることができる瞬間は非常に貴重で、それがファンとの絆をさらに強化しました。平野はさらに、何回と痛いなと思ったら我ながら自分の毛が強すぎて、自分の指に自分の毛刺さってたショー、怖いショー。 と、指に刺さった髪の毛の画像も公開しました。これらの投稿に対して、SNS 上では多くの反響が寄せられ、平野の愛くるしい姿に対する賞賛が相次ぎました。この投稿について SNS 上では、その髪の毛玉、おいくらですか平野仕様のやることが可愛すぎて死ぬといったコメントが多数見られ、平野のファンたちの心を掴んでいます。 その結果、この投稿は SNS トレンドの1位に入るほどの話題となり、平野の人気を再確認させることとなりました。新ユニットナンバーアイの発表に続いて、平野潮は SNS を通じてファンとの交流を深め、彼の魅力を再び訴求しました。ヘアカット後のルーティーンを通じて、 彼の可愛らしい一面がファンたちにアピールし、SNS 上でトレンド入りするほどの反響を呼びました。今後のナンバーアイの活動や平野仕様の近況に多くのファンが期待を寄せています。